皆さんこんばんは、MK です。今回はいよいよ始まったスプラトゥーン3グランドフェスティバルやっていければと思います。そう、2024年9月13日からスプラ史上最大のフェスということで、 MK さんも楽しみすぎてあまり寝れておりません。さあさあお立ち会い、バンカラ代表の生かした3人組、スリミ連合読めない。まあまあまあ、いつもの挨拶でございますね。今日も隅から隅までズズイッと塗ってみせやしょうと。これニュースも多分特別ですよね。グランドフェスティバルいよいよスタートや、広場にある投票所で投票して参加してね。そう、今回 MK さんは大切なのは過去派で行かせてもらいます。過去派にすでに投票しておりますよ。花火玉もバンバン投げて盛り上げてくれ。フェス中はどのバトルでも使えるよ。さてさて、本祭が始まったいうことは予備祭の結果が出たいうことやな。どのチームが取ったんじゃ、はよ教えてくれ。ちょっと待って、これどれが取ったんだろう。 MK さん50何個ぐらいはホラガイ取ったんですけども、はい、テケ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 、どうでしょうか。勝ってて、過去派、あー負けてる。マジか、現在が勝ってますね。いやまあでも予備祭の結果はね、まだあんまり関係ありませんから、こっから挽回しましょう。予備祭の結果はこんな感じやったけど、ここからが本番やで。みんなファイト、オッケー、頑張りましょう。まあ今のフェスマッチのステージはどこでもいいとして、問題はあれなんですよ。今回新しくクレーターのところに特設会場ができてるんですよね。それがちょっと早く見たくてさ。あ、そっか、グランドフェスティバルでは初日から鳥からマッチに参加できるぞ。そう、今回はね72時間と長めのフェスでございますが、最後の24時間だけとかではないんですね。まあサーモンランは行きませんよ、もうフェスで大忙しですから。今はこんなとこやな。おお、よし、じゃあいつもの行きましょう。それじゃあこれにて落着、ほな解散と。これどっから始まるんだろう。まず、おお、すげえ、こっから始まんの。おお。ちょっと待って、いろんな細かいところ見ていきたいんですけど、この駅はあれだよね、スプラトゥーン3の一番最初、バンカラ街に向かう時に使った駅でございます。あ、このバスで多分ロビーまで移動できるんだな。そして待って、せっかくだからさ、ちょっとおしゃれな格好しましょう。服はちょっと MK さん着こなしの方が好きなので着こなして、うわー、どうしようかな。せっかくだから今回もらった新しいギアで行きたいですよね。あー、これ可愛いよね。じゃあヌラネバウィッグ、うつほちゃんのやつで行きましょう。靴はどうしようかな。まあじゃあ姫の靴履いてく、ワールド MC ブーツ、これで行かせてください。あー、可愛くなった。ちょっと待って、これほんと細かいとこ見ていきたい。あ、グランドフェスティバルのポスターが貼ってあります。あ、散歩もこっから行けるんだ、なるほどね。わー、これちょっとなんて書いてあるかわかんないけど駅の看板がありますね。あ、自撮りしてる。てか線路入っちゃって大丈夫？現実だとね、線路入ったらダメなんですけども。お、すげえ、サインとかあるじゃん。おお。これ多分あれだよね、テンタクル。あ、この姫って書いてあるやつあれだな、姫のサインだろうな。テンタクルズとスリミ連合とシオカラーズのサインがあります。ちょっと自撮りに入りたい。そして、お、なんか売ってる。あ、特に買えるわけではないのか。ハンバーガーとかソフトクリームとか、まあフェス定番ドーナツとか売ってますね。うわ、ちょっと待って、マジでいろいろ気になる。あ、この先はいけないと。誘導の人がそんなはしゃいでていいの？ちょっとちゃんと誘導してよ。そして、まあ工事期間とかが書いてありまして、あ、こっからね、普通に投稿はできますと。じゃあ入るよ。え、これ入ればさ、インクまとうんじゃない？どうだろう、いけ。おお、すげえ。え、これ何回も入れば変わったりすんのかな。あー、変わんないっぽい。おお、あ、でもちゃんと全部のインクの色ついてますね。あー、みんなもインクまみれで楽しそう。うわ、すげえ、何、え、屋台とか出てる。ちょっと待って、ちょっと待って、いろんなところが見たいんですけど。あ、スリミ連合のステージ、ちょっと待って、いる。あ、タコタコ、おい、タコアサいるぞ。な、お前何やってんだこんなとこで。え、なんか売ってんの。あ、グッズ売ってる。あ、刺し盛りとか ABXY とかの CD も売ってますね。これは何だろう、タオルかな。あ、ポスターとかが売ってんのか。 T シャツと、まあタオルと CD と、これ何だろう、なんか売ってるね。ポストカードセットみたいな感じでしょうか。うお、すげえ。うわ、え、あ、よく見たら当たり目さん、あ、たたた、当たり目さんもいたんですね。タコワサと仲良く物販をやってるみたいです。で、お、何これ、塩カラーズと。うわ、ちょっと待って、みんなの店舗がある。塩カラーズ何売ってんの。
何、ぬいぐるみと、あ、カチューシャ欲しいこれギアで普通に配ってくんねえか。ねえ、でうちわがあって缶バッジと、あとアクリルスタンドか。待って、これギアで配ってほしいんだけど。ねえ、すりみ連合のマンタロのやつ超かわいいあ、ちょっと聞こえるテンタクルズの歌声が。ちょっと待って、物販をまず見たい。ちゃんと後ろにぬいぐるみとか、ちょ、あのホタルちゃんかわいそうあのホタルちゃんだけなんか変なとこにあるけど、ちゃんと管理してよ。で、ここがテンタクルズ。うわ、カチューシャ、それギアで欲しいな。で、ちゃんとあれだね、等身大パネルもあるんだ。これ写真撮れるっぽいね、一緒に。ちょっとホタルちゃんのとこ写真撮ろっかなせっかくだから、ちょっと物販のところで、はい、写真モードにして。これさ、撮影のさ、ポーズとかってどうなってるんだろう。ポーズはここにはないのか。フィルターがまあいろいろ変えれますよって感じだな。で、はい、寄ったりとかまあいろいろできますと。じゃあパシャリ、ホタルちゃんのところでまずは1枚撮りまして、ちょっと待って、細かく、あ、水田がいたおい水田、何やってんだ。あ、いけねえのか、そっちまで。水田がいる。その奥は、あ、これ飯田のパソコンだね。あ、なるほど、ここテンタクルズの楽屋だすいません、覗いちゃって。テンタクルズの楽屋のところに水田がいて、水田がちゃんとステージを見守ってますね。おー、怖え、この人係員の人だ。あんまりはしゃぐと良くないな。おー、テンタクルズ、イエーイ。あ、これさ、そう、限定のさ、このエモートができるんすよ。ほら、はいはい、フリフリは、おお、すげえで、イエーイ、あ、いいですね。で、ぴょんぴょんもできますと。あ、ぴょんぴょんいいな、これで乗ろう。おお、あ、すげえ、ちゃんとアイドル衣装だ。ウルトラカラーパルス2のフェスを思い出しますよね。多分あのグランドフェスティバルの衣装はあれなんだ。お、待って、これあれだ、ライブ音源だ。ほら、これあれだよ、普通の曲じゃないよ。ほら、すげえすげえ、ちゃんとライブ音源になってる。うわ、ちゃんと聞きてー後でちゃんと聞くわ。そしたら、お、何これ、なんかスイッチ、あ、これあれか、パーンってなるやつか。うわ、お、すげえ、インク出てる。何あのスプリンクラーカラフルなインクを出してるスプリンクラーがありますね。うわー、ちょっと細かいところも見ていこう。そしたら、ちょっと待って、これが多分ね、あれだ、ウニステージってやつだ。あの、そう、事前にね、マップが出てまして、ウニステージとサザエステージとシャコガイステージがあるっぽい。ちょっと他のところも見よう。あ、そう、これなんかフォトスポットにできるよって公式が言ってましたよね。上に乗れるっつってなかった。お、乗れたおー、いいですね。ここでちょっとぴょんぴょんとかして、これ写真撮ろう、上から。どれにしようかな。はい、あ、はいだとちょっとあんま上向いて、あ、すんげえ足跡ついちゃった。あ、足跡じゃないか、これシールか。シールってか紙吹雪的な感じか。よし、じゃあこれでパシャリ、オッケー。いや、いいね。あ、すげえ、フェス楽しんでるみんな。これは、あ、ゴミねゴミはここに捨てろと。武器をここに捨てんので、燃えるゴミ、燃えないゴミ、あ、なんかあるぞ。なんだ、あ、あれ、熊さん紹介あ、熊さん紹介のポスターが捨てられてる。かわいそうに熊さん後でバイトしに行くからね。そしてこれ倍外亭か。おお、倍外亭が出た。あ、ちゃんとロボットが働いてる。そう、倍外亭ってね、よく見るとこのロボットが働いてんすよ、イカのいや、細かいとこまでつ、ちょっと待って、マジですごくね、今回。いや、スプラトゥーン初代から MK さんずっとやってるけど、こんな特設会場とかあるの初めてだからね。これ何言ってんの。あ、何これ、あ、ケバブとかねあ、ケバブ屋さんだ、ここは。で、あ、これはあれだ、飴。あ、いいね、クラゲのやつかわいいクラゲのやつ欲しい。あ、アオリちゃん、あ、アオリちゃんがジュース飲んでる。多分タピオカとか売ってんだろうな、こういうなんかフルーツジュースみたいなやつね。アオリちゃん推しなんかな、ここのテンション。お、びっくりした、お前いたんかい。こんにちは、スパイキー、うっす。すげえな、グランドフェスティバル。あ、ちゃんと専用テキストある。来るかどうかちょっと迷ったんだけど、こんな一大イベントやっぱ見逃せねえよ。へへへ、なんかガキみてえにはしゃいじまって悪いな。でもさ、あんただってワクワクしてんだろ。いや、ワクワクしてるよ。スパイキーはなんかね、5年ぐらいで成長しちゃったけど、子供ではあったからね。まあ俺もこのフェスを盛り上げるためにできることはさせてもらうし、なんかあったら言ってくれよな。あ、こっからはまあ同じやつですね。フェスティは安く2000ゲソでクリーニングできるという話でございます。はい、何回でもサービスありがとうございますね、いつも。こっちは、あ、
この先はいけないのか。ちょっと危ないなあんた。大丈夫か大丈夫か。あ、これあれじゃない、あの矢柄市場にいた人このマスクしてる人ね、いたよね。うわすげえ。うわあっちも行きてえな。でも行けないのね、あっちは。しょうがないな。したらこっちが、はい、お、誰がやってるステージ。うん、すりみ連合だおお、わ、ここはすげえ。ここクラゲいすぎだろなあ。クラゲこんないたか。なんだ、お、うわ、これヒーローモードの曲だ。疾風怒涛勝ちコンドルでしたっけ。いやこの曲いいよねいいですね。いやちょっとすりみ連合もかっこいいな。後ろのそのギターとかやってるやつら気になるけどな。あ、かっけえ。これヒーローモードの曲だね、最後のところの。いやこういう細かい曲までやってくれるの嬉しいな。すげえライトが上からライトが、ほら、あ、すりみ連合のマークになってる。おお、すりみ連合のライトアップ、いや盛り上がってんな。したらこっち、あ、ラーメンすすってるね。いやラーメンと飴と何それ、ハンバーグみたいなのまで買っちゃって結構あれですね、あの大食いの方なんでしょうね。こっち入れんの。あ、ここ入れねえのか。あ、子供がいる。あ、ちょっと何、あ、そ、あ、ソフトクリームあ、ソフトクリーム落としちゃってる、かわいい。あ、親がてんやわんやしてる。親ってスタッフか、これスタッフがてんやわんやしてるよ。子供がソフトクリーム落としちゃいました。誰かこれ助けてあげてください。あんたは何してんだなあ、横で。弟かなんかドーナツ食べてるけど、ソフトクリームの横で。したらちょっと待って、ここが今すりみ連合やってるな。もう一個のステージはどこだ。ここがサザエステージで、これサザエステージか、合ってるな。で車庫外ステージってのがその奥か。待って、そうかもしれない。 MK さんまだちょっとあまり全体図がつかめてねえわ。あ、ここにマップあるじゃんこれ見れば分かりやすかったかも。この上ね、はいはいはい。よし、じゃあ塩カラーズ最後見に行きましょう。うーわすごっ、何この鳥居みたいなやつ、かっこいいね。はい、鳥居の中を通って、あー、いろんなねイラストとかがここに飾られてますと。え、これ上登れる。あ、なんか登れるって言ってたやつここか。あ、瀬取り変わったっぽい。そう、なんかねグランドフェスティバルの公式サイトに瀬取りが書いて、めっちゃ人いる、ここ瀬取りが書いてあって、うわ、塩カラーズのステージはちょっとみんな待ってるみんなおとなしく待ってるわ。あ、すいません、ちょっとあの、あ、クラゲがすごいポニョ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 言ってる。ちょ、あの塩カラーズのステージが見たかった。ちょっと待って、先に上で待機すっか。そうすればあの曲が始まるときに、ちょっと、あ、来るんじゃない、来た塩カラーズ。ちょ、近づこう、一番前で見さして、ここで見さして。あ、何、すげえ待機してる。いやちょっと写真撮らして。あ、ちょっとアップしすぎアップしすぎだって。もうちょい後ろで、はい、この辺りで、あ、いいね、カーソル消してパシャリと。いやー、やっぱこのホタルちゃんとアオリちゃんはこのアイドル衣装が一番似合うわ。そう、足のところ光るんだよねなんかわかんないけど、待って、上でさ待機しよう。そうすればなんか撮影スポットになってるみたいな風花がツイッターで言ってた気がする。おー、こっちにもちゃんと見る席があったりするんだな。いや本格的、マジですごっ。こっちだな、ちょっと走りたい遅いわ歩く。あ、すげえ、イカの状態でもちゃんとインクをまとってるわ。で、ここ上登って、あんまりここを登ることは推奨されてないかもしれんけど、これ使う。あ、小ジャケいる。あ、小ジャケもちゃんとあれだね、帽子持って盛り上がってるね。まあちょっと髪型的に被れないんでしょうか。で、撮影する。はい、お、すげえ、これで移動、水平移動。あ、ドローンだ、なるほど、武吉ドローンが使えるんだ。ちょっと待って、武吉ドローンだったよね今。ほら、武吉ドローンが使える。あ、始まった始まった。ちょっと待って、塩カラーズ始まった。新しい曲だよね、スプラトゥーン3のフェスで追加されたブランニューホームタウンでしたっけ。おーいや、いいね、うわすげー、これドローンで見れるのいいな。で、しっかり撮影もできますと。いやー、やっぱ葵ちゃんと蛍ちゃんはこのなんかアイドル衣装が一番似合うわ。ということで、いやー、グランドフェスティバル会場とりあえずこんなもんかな。一通り見てきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、ちょっと会場を見てるだけでも
めちゃくちゃ面白いから、あの皆さんもねぜひバトルももちろんですけど会場もね細かいところまで見てみてはいかがでしょうか。ということで、じゃあ最後はちょっとあのクラゲの群れの中で終わりましょう。で3日間ね72時間フェスは開催されますので、皆さんもぜひあの永遠までね、あのそう今回は永遠まで行けばおみこしも乗れるみたいですので、あのおみこし目指してやってみてください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。楽しい。